それでは今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。まずは先発佐藤の立ち上がりです。1人ランナー許しました。結果的には3人で打ち取りました。シャイナーは外のボール空振りの三振でした。そしてその裏1回初球でした。いや気持ちのいいホームランでしたね。あやっぱ音が違いますね、はい、ワンスイング完璧に捉えました。先頭打者ホームランです。佐藤直樹。その後ランナー2人置いて井上、今度はレフトスタンドへのスリーランホームランでした。もう出足からもうこれでね、今日の試合は優位に進められるなという、はい、そんなホームラン2発でしたね。ゲームは2回の表カープの攻撃、ツーアウトランナー満塁から佐藤が押し出しのフォアボール、まあ、このイニングは、ね、3つフォアボールありましたね、まあ、そこですね、エラーがあったもののフォアボール3つ、ここはやっぱ反省点でしょうね、はい。そして2回の裏はワンアウトランナー2塁から佐藤の今日2本目のホームラン、完璧の上のもっと完璧ですね、はい、2打席連続ホームランということになりました。そしてゲームは3回です。ツーアウトランナー2塁1塁のチャンスを迎えましたが、イキネは空振りの三振、今日先発の日高は3回6失点という内容でした。ゲームは中盤の4回です。ここはツーアウトランナー3塁1塁、ランナー2人置いて先ほどホームランを放っている井上、これも大きかったですね。外の球、サインプレーで向こうが盛り上がったところだけにですね、いい得点でしたね。いい打点でした。そして佐藤のピッチングですが、5回非常にテンポよく投げていったという5回でしたね。やっとこうタイミングを、ね、取り始めたなと、まだね投げる力は持ってましたね。今日はね、ブルーを残しての交代だったんじゃないですか、はい、5回1点という内容でした。そして2番手中村がマウンドに上がります。6回ツーアウトランナー3塁1塁とピンチを迎えましたけれども、内田は空振りの三振、いきなりランナー出したんでどうかなと思ったんですから、はい、最後はやっぱり落ち着いてましたね。そうですね。そして9回大城が見事3人で打ち取ります。非常にテンポよく打ち取っていきました。ひょうひょうとっていう感じですね。いや簡単と ね投げ込んでいきましたよね、うん、いいですよね。そして最後のバッター内田も空振りの三振、見事3人で打ち取りました。8対1で勝利したという福岡ソフトバンクホークスでした。非常に打線が活発、よく振れていました。調子いいですね。